くよです。青いだぜ。さすがにもう無理、お腹いっぱい。相変わらずとんでもない量を食べるな。そうかしら？ハンバーグにチャーハン、さらにラーメンにとんかつって。そんな食べ方する人なかなかいないでしょ。わんぱくにも程があるぜ。このわがままボディを維持するのも大変なんだから、やれやれだわ。つくよにとって食事とは？そうですね、月並みな言い方になりますが、人生そのもの、ですかね。なんでカッコつけてるのさ。子供たちに夢を与えたい、今ではそんな思いが一番強いですね。どこのドキュメンタリー番組だよ。で、この流れは食べ物系の話をする気ね。ああ、それはズバリ、食べ物によって発生した事件の話だ。ほほう、事件とは一体。それじゃ早速始めちゃうぜ。オーケー、お願いします。ってことでまずはベルギーに住む20歳の男性がパスタを食べて命を落としてしまった話だ。え、パスタ？それは2008年の話なんだが、まずその大学生だった男性は週末に1週間分の食事をまとめて作るのを習慣にしていた。それじゃ一人暮らしだったの？いや、家族と住んでたけど自分の食事は自分で作ってたんだぜ。それである日曜日もいつものように、1週間分の食事を作り冷蔵庫に保存するっていうのをやってたんだけど、その時作ったうちのトマトソースのパスタだけ、冷蔵庫に入れずキッチンに置いたままにしたんだ。なるほど、っていうかさすがにそのままってことはなかったんでしょ？ああ、容器に入れてる状態で置いといたんだぜ。そしてそれから5日後。え、そのまま5日も放置したの？そうだ。そして事件の起きた日。男性は大学から帰宅するとその5日前に作ったパスタを電子レンジで温め食べ始め。パスタを食べ終えた男性は出かけるためすぐに自宅を出たが、それから30分後にいきなり強烈な頭痛、腹痛、吐き気に襲われ急いで自宅へ引き返すことになる。そんな状態でちゃんと家に帰れたの？ああ、だけど帰宅してからすぐに嘔吐しそのまま安静にしていたが、夜になってまた具合が悪くなって何度もトイレへ行き嘔吐と下痢を繰り返すんだな。本人は命を落としたわけだし、そんな様子を家族が見てたってことね。そう、それでその時男性は5日前に作ったパスタを食べたら具合が悪くなった。いつもと味が違うと感じたけど新しく買ったソースのせいだと思って全部食べた。など体調がおかしくなった経緯を話してたんだ。なるほど。そしてその翌朝、男性の親は大学へ行く時間になっても部屋から出てこない息子を起こしに行く。するとその親はベッドで横になったまま息をしてない息子の姿を目撃することになったんだ。その親もまさかって感じだっただろうね。その後男性の体が調べられると、パスタを食べてからおよそ10時間後に、命を落としていてその要因が肝臓の機能不全であるとされる。つまり食中毒になっていたと。だな。それで男性の食べていたパスタの残りが研究所で調べられると、セレウス菌が繁殖していることがわかり、男性がセレウス菌食中毒によって命を落としていたことが判明したんだ。そのセレウス菌ってどういうものなの？お米とか小麦で繁殖しやすく熱にも強い細菌だぜ。だから電子レンジぐらいの加熱じゃ消滅しない。というかその時はもうすでにセレウス菌から産出された毒素が、パスタに大量に含まれてたんだな。お米や小麦なんて身近な食材だしなかなか怖い話だねー。パスタの他チャーハンによる食中毒の事例も多いからセレウス菌食中毒は、チャーハン症候群とも呼ばれてて、チャーハンなんて身近な料理だからこのニュースは近年でもたびたび話題になってるんだぜ。やっぱりパスタを冷蔵庫に入れなかったのがダメだったんでしょ？そうだ。日本の保健医療局もセレウス菌に対する予防策として、お米や麺類の料理は冷蔵庫で保存すること。たくさん作って作り置きはしないこととしてるしな。つまり調理済みのものを常温で長時間放置すると毒素がどんどん増えちゃって、食中毒になる可能性も高くなるんだぜ。日本でも命を落とした人がいたりするの？ああ、チャーハンを食べた家族3人がセレウス菌食中毒になって嘔吐を繰り返し、そのうちの1人が命を落としてしまったという出来事が起きている。ただ命を落とすケースは稀でほとんど数日で自然に回復するものだとされてるんだ。つまり子供や基礎疾患を抱えてるなど免疫力が高くない人の場合は、重症化するパターンがあるんだな。それって食中毒の話でよく聞く内容よね。あと具体的な予防策としては、冷蔵庫から出した料理は2時間過ぎたら冷蔵庫に戻すようにし、4時間以上過ぎてたら捨てた方が安全だとされてるぜ。たった4時間でダメになっちゃうんだ。これはちゃんと覚えておかないとだわ。それじゃお次は大学生だった女性が食べ過ぎによって命を落としてしまった話だ。え、ただの食べ過ぎが原因だったの？そうだぜ。だから食いしん坊なつくよにとってドンピシャな内容だ。
ていうか食べ過ぎで命を落とすなんてあるわけ？ああ、胃袋が破裂したりもするしな。つまりその女性も胃袋が破裂し命を落としていた。ひえマジですか、それって何をどんだけ食べちゃったのよ。それは2012年の4月に中国で起きた話なんだが、その女性はまず自宅で炊飯器一杯のご飯とおかず、合わせて 1.5 キロぐらいの量を一気に食べたんだ。めちゃくちゃ食べちゃってるじゃない。しかもそれだけで終わらずそのままフルーツやお菓子を5時間にわたって食べ続けたんだぜ。え？それでその後その女性は激しい腹痛に襲われ、病院へ搬送されると胃袋が破裂していることがわかり、その時はもうすでに手遅れの状態となってて女性はそのまま命を落としてしまう。内容が異常すぎる皮下食症みたいな感じだったのかしら。そうだったんじゃないかと考えられあるお医者さんはこう話していた。過食をすると急性胃拡張になる恐れがあり、そうなると胃液の分泌が異常に高まり、血液量と血圧が下がります。また拡張した胃が下大静脈を圧迫することで、心拍出量が減少し命を落とす可能性もあります。ほほう、ってことは胃袋が破裂しなくても命を落とす可能性はあるわけね。だな。そしてそのお医者さんは続けてこう話していた。ストレス発散のための過食、仕事上でのやむを得ないお酒の席や徹夜仕事など、現代社会において胃の調子を悪化させる状況は多々あります。ですので無理はせず規則正しい生活習慣を継続させることが健康にとって大切となります。命を落とした女性は何か強いストレスでも抱えてたのかしら？その辺についてははっきりしてないようだが、その女性は学生だったから学業や友人関係とかでストレスを抱えていたのかもしれないな。5時間も食べ続けるなんてさすがに異常だしねー。そういった食べ過ぎによって命を落とす事例は世界中でたびたび発生してて、例えば2014年に餃子の早食い大会で優勝した人が授賞式の最中に、心臓発作を起こし命を落とすという出来事がウクライナで起きている。餃子の早食いってどれぐらい食べちゃったの？その人は50代の女性だったんだが20分ぐらいで100個以上の餃子を食べてたんだぜ。うわぁ。他にはアメリカで2019年に開催された早食い大会で、ものすごい勢いでタコスを食べていた男性がいきなり崩れ落ち命を落とすという出来事が起きている。それも心臓発作だったの？いや、飲み込むようにタコスを食べ窒息によって落としたんだぜ。ちなみにその男性は食事を抜いて胃の中を空っぽにしてから大会に臨んでたらしい。男性は本気で優勝を狙ってたわけね。だな。あと同じくアメリカで2017年には、ホットケーキの大食いに挑戦した大学生の女性が窒息によって命を落としている。そんなのどう考えても危ないでしょ。ホットケーキとか喉に詰まっちゃうイメージしか湧いてこないし。だからあれだ、つくよも食べ過ぎだけじゃなく早食いとかも気をつけないとダメだぜ。了解です。まずカレーライスは飲み物だっていう認識を改めようと思います。それじゃお次はちゃんこ鍋を食べた相撲の力士が命を落としてしまった話だ。え、お相撲さんって一体何があったのよ。それは1963年の11月に福岡県で起きた話で、フグの入ったちゃんこ鍋を食べた6人の力士が中毒を発症し、2人が命を落としてしまったんだぜ。それはフグの毒によって、ということね。だな。それで中毒を発症したのは若い力士たちだったんだが、その力士たちはちゃんこ番という力士たち全員分の食事を作る仕事もやってて、いつもは兄弟子たちが食べ終わってから自分たちがちゃんこ鍋を食べていたんだ。先輩が食べ終わるまで食べちゃダメっていうルールだったわけね。そう、だからいつも自分たちが食べる時にはもう、ちゃんこ鍋の中に具材がほとんど残ってない状態だった。そこでその若い力士たちはちゃんこ鍋の具材を隠しておき、兄弟子たちにバレないよう後でこっそり食べるということを以前からやってたんだな。ふむふむ。そして事件が起きた日もいつものように隠しておいた具材を、ちゃんこ鍋に入れみんなで食べたんだが、その日はその隠しておいた具材がフグの肝で、それを勢いよく食べた若い力士たちは、その後次々と苦しみ始め嘔吐を繰り返すことになる。確かフグの肝ってめちゃくちゃ美味しいって言われてるやつだよね。だな。だからその力士たちは自分たちだけで食べようと隠してたってわけだ。っていうかフグなんて素人が勝手に調理しちゃダメなんじゃないの？1963年のその時代はまだ調理しちゃダメっていう全国的なルールが存在してなかったんだぜ。ほほう、つまり法律的に問題はなかったと。そう、だから力士たちがちゃんこ鍋の具材としてフグを食べることもよくあって、その力士たちもその日に初めてフグを食べたというわけじゃなかったんだ。それじゃ一般の人も普通にフグを買って食べられるような時代だったわけね。だな。だからなおさらその出来事が世間に大きな衝撃を与えることになって、その後フグの調理師免許制度が全国に普及したり、
フグの肝を売ったり食べたりすることが禁止になったんだぜ。あれ、そうなんだ。フグの肝が特にヤバいってこと？ああ、テトロドトキシンっていうヤバすぎる毒がたくさん含まれてるから禁止になったんだ。ちなみにそのテトロドトキシンというのはフグが作ってる毒ではなく、フグが餌として食べてる貝や人手が保有してるものなんだぜ。それじゃフグによって毒を持ってる量が違ってたりするのかしら？そう、つまりそんな毒を保有した貝や人手をどれだけ食べているかによって、フグの体内に蓄積されてる毒の量が変わってくる。だから命を落とした二人はたくさん毒を含んだ肝を食べちゃっていたのかもしれない。という話にもなるんだ。その症状ってオートだけじゃないんだよね？ああ、他にも全身のしびれ、激しい腹痛、麻痺による呼吸困難、意識の混濁といった症状が出るとされている。だから命を落とした力士の他命は助かったけど、三人の力士たちが意識不明の重体にまでなってたんだ。ちなみにそのテトロドトキシンという毒は青酸カリより1000倍ぐらい強い毒で、一匹のフグがおよそ10人の命を奪えるだけの毒を保有してるんだぜ。そんなに、フグの毒がそこまでヤバいものだったとは、まさか治療法とかもなかったりするの？そうだ。特効薬みたいなやつもないから胃を洗浄したり人工呼吸器をつけたりと、回復するまで対症療法をやるしかない。いや、そうなんだ。それだけフグの毒っていうのはヤバいものだから、禁止になってる肝を売るなどフグを提供した側が食品衛生法違反だとされた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、法人の場合だと1億円以下の罰金となるんだぜ。命に関わることだし重い刑罰にしてもらわないと困るって話よね。で、懲役3年以下ってどうなんでしょうか？それじゃお次はワンタンを食べた63歳の男性が重傷となってしまった話だ。ワンタンってあの中華料理のワンタンなの？そうだぜ。それは2020年の7月に中国で起きた話で、その男性は大量のワンタンを食べたことでお腹の腸が破裂したんだぜ。腸が破裂ってどれぐらい食べちゃったのよ？その正確な量は分かってないようだが、夕方6時頃家族と一緒に食事をした際にボール1杯のワンタンを食べてたそうだ。何よ、ボール1杯って、そんなのワンタンの量を表す言葉じゃないと思うんだけど。そしてワンタンを食べてる時、男性はいきなりお腹の中からまるで何かが爆発したような音を耳にする。爆発？ただそれは周りにいた家族たちが気づかない程度の音量だったという。いやいや、音量の問題じゃないでしょ。爆発音が聞こえるとかヤバすぎるって。しかもその時男性はお腹の中を殴られたような衝撃まで感じていたんだ。何それ、大事件じゃないですか。想像しただけでなんかお腹痛くなってきた。その後その男性はもちろん激しい腹痛に襲われ、それと同時に大量の汗が溢れ出していた。悶絶状態だったわけね。周りの家族もびっくりしたんじゃ？もちろんそうなって家族たちはすぐに男性を病院へ連れて行く。すると男性のお腹の腸に 1.2 センチの穴が開いてることがわかり、家族はお医者さんからこう言われたんだ。男性の腸の中にもともと大量の便が溜まってたようです。そんな状態でワンタンをたくさん食べたから腸が破裂してしまったのでしょう。まさかの便秘、ワンタンがダメ押しみたいになったのかな。だな。そして男性はすぐに手術を受け一命を取り留めたが、その腸から取り除かれた便の量は3リットルぐらいの量だったという。何それ、とんでもない量じゃない。っていうかいつからそんなひどい便秘になってたんだろ。1年以上前から腸閉塞を患ってて、食べたものが腸の中で詰まっちゃう状態になってたらしい。ちなみに男性を診察したお医者さんは、手術するのがもうちょっと遅かったら命は助からなかったでしょうと話していたそうだ。食べ過ぎの話はやっぱり他人事だと思えないな。このニュースが報じられた後そんな声もたくさん上がってたみたいだしな。あとこの事件の影響からか、中国では2023年の7月に、ワンタンの早食いチャレンジを提供してたお店に警察の捜査が入った、みたいな話もあったんだぜ。どんだけワンタン好きなのよ。で、それは早食いに成功したら無料になるとかそういうやつだったの？だな。制限時間内に108個のワンタンを食べたら無料になるって内容だったらしい。108って煩悩の数なんじゃ。それでそのお店は早食いチャレンジを宣伝しようと SNS で告知とかもしてたから、すぐにお国から反食品浪費法違反であると目をつけられることになったんだ。はて？反食品浪費法違反とは？それは中国で2021年に食品ロス削減を推進する目的で施行された法律で、飲食店が食べ物を浪費させるため客に過剰な注文を誘発させた場合、お店の経営者が、日本円で20万円ほどの罰金を受け、ラジオやテレビなどが過度の食事や暴飲暴食に関するメッセージの制作、出版、宣伝をした場合だと、
日本円で200万円ほどの罰金を受けるというものだぜ。ってことは中国では食品ロスが問題になってるわけね。そうだ。というのも中国にはもともと食事を少しだけ残すというマナーがあって、その影響から年間5000万トン以上の食品ロス、つまり食べ残しが発生する状況が続いてたんだな。それで2013年から交番行動と呼ばれる、食事は残さず食べましょうと呼びかける運動が行われるようになって、その流れから2021年に反食品浪費法違反という法律が誕生したんだ。ほほう、そんな動きが中国であったなんて全然知らなかったわ。日本にも同じような法律ってあるのかしら。日本だって食品ロスが年間520万トン以上ととんでもないことになってるから。2001年に食品リサイクル法、2019年に食品ロス削減推進法ってやつが誕生してるぜ。まあ食いしん坊なつくよは存在そのものが食品ロスの問題に貢献してると思うが。おかげさまでこのわがままボディが形成されております。その520万トンを自宅に送ってほしいぐらいです。それじゃラストはタピオカを飲んだ14歳の少女が重症となってしまった話だ。タピオカ飲んで重症になるってどういうことよ。お腹の中200個以上のタピオカが詰まってたんだぜ。それは2019年の5月に中国で起きた話で、その少女はある時突然お腹に激しい痛みを感じ、その後お腹が張ってる感覚が続きご飯も食べられなくなってしまう。つまりタピオカを飲んだ後に、ということね。そうだ。それでそんな様子を見た家族が少女を病院へ連れて行くと、その異常に膨らんだお腹を見たお医者さんは、すぐに CT スキャンを取りましょうと家族に伝える。するとその結果、少女のお腹からお尻にかけて、大量の丸い粒が映っててお医者さんは驚愕したんだ。100個以上だしそりゃびっくりしますよね。その後お医者さんが少女に対し、一体何を食べたんですかと聞くと、少女は5日前にタピオカドリンクを1杯だけ飲みましたと答える。いやいや1杯だけでそんなことにならないでしょ。もちろんそのお医者さんもそう思い、少女がタピオカドリンクをたくさん飲み続けた結果だと考えたんだ。ってことは消化されないままお腹の中にどんどん溜まってたのかしら。そう、しかも丸い形をしたままだった。つまり少女はタピオカを噛まずにそのまま丸飲みしていた。そんな飲み方したことないんですけど。それで少女はその後下剤を投与され無事に回復したんだ。100個以上のタピオカがお尻からって考えると震えるわね。っていうか下剤だけでよく済んだなって思っちゃうぜ。いや本当に、それにそれだけの量のタピオカが消化されないままになるってありえるわけ？お医者さんによるとタピオカは主にキャッサバという芋が原料となってるから、そもそも消化のいいものではないらしい。あとタピオカは噛み応えを良くする粘着剤や防腐剤といった、添加物が使用されてることもあるから、そんなタピオカを摂取し続けると胃腸の障害を引き起こす可能性もあるんだそうだ。それじゃ少女は胃腸の機能が低下してる状態のままタピオカを飲み続けちゃったのかな？その可能性が高いとされてるぜ。ただ同じく中国で2015年にテレビの取材を受けたタピオカ業者の人がこんな話をしていたりもする。タピオカは化学工場で作ってますよ。そのタピオカがどんなものなのかわかりやすく言うと、革靴とかタイヤみたいなもんですね。さらっとヤバすぎること言ってるじゃん。さすがにそのまんまの意味じゃなく例え話として言ってると思うけどな。ただそれぐらいのものですよってことである専門家の人は、そんなタピオカを飲んだら腸閉塞になる可能性がありますと言ってたそうだ。っていうか少女もそんなタピオカ飲んじゃってたんじゃ？実際どうだったのかはわかんないけどそんな可能性も全然ありそうだよな。あと中国では重症どころかタピオカを飲んで命を落としてる人も何人かいるんだぜ。いやもう絶対そのタイヤみたいなタピオカが原因でしょ。ただほとんどタピオカが喉に詰まったり気道に入ってしまったという話で、例えば2019年に19歳だった女性がタピオカ3個を喉に詰まらせ命を落としていたり、同じく2019年に8歳の男の子が咳や発熱など肺炎のような症状が続き病院で検査したところ、肺の中にタピオカが一つ入り込んでるのが判明したこともあるんだ。その子は無事だったの？ああ、無事にそのタピオカを取り出すことができてその後体調も回復したらしい。それは良かった。で子供にタピオカを飲ませるのは危険な気しかしなくなってきたわ。他にも2022年26歳の少年がタピオカを喉に詰まらせた後、路上で倒れそのまま命を落としている。それも中国の話なの？そうだぜ。日本ではそんな話ってないんだよね。命を落としたっていう話まではないようだぜ。それじゃやっぱり原因はタイヤみたいなタピオカじゃん。だからまあ中国に行ったらタピオカは飲まない方がいいかもしれないな。いや本当に、あとは日本の業者がそのタピオカを輸入してないことを祈るしかないわね。
はい、というわけで今回は食べ物によって発生した事件の話をいくつかしてみたぜ。つくよどうだった？怖い話が多かったし、なんだかもうダイエットがはかどる予感しかしないわ。私は今から3時間後につくよが食品ロスに貢献しまくってる予感しかしないけど。帰れいない。帰れずにいいやー。もう口いない。あい、じゃないから。ビルアングレイの予感とかマジで懐かしいなおい。コメントでつくよちゃんにまた歌ってほしいって言われてたし。嫌だから選曲よ。いいですか葵さん、懐かしいというのは最強のコンテンツなんですよ。ほんとわかってないんだから。でもマジで知らない人だらけだと思うぞ。そんなことありませんから。画面の前で6人ぐらいの人が喜んでるはずよ。おう。で、それはそれでビルアングレイに失礼な気が。なんか言った？いえ、なんでもないです。もうなんのこっちゃって感じだな。まあいいや、はい終わり。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。